青山学院前交差点より、北東方向南青山五丁目交差点を望む、青山通りは、国道246号のうち、東京都千代田区から同渋谷区までの区間の、通称である、外苑前交差点千代田区長田町の三宅坂から、港区赤坂、青山を経て、渋谷区渋谷に至る大通りである、起点の三宅坂交差点はからはほぼ西へ向かって進み、 赤坂見つけ交差点では左へ屈曲しながら、外堀通りを立体交差で越え、西南西へ向きを変える。その後、外苑前交差点で左へ屈曲し、南西へ進路を変える。渋谷警察署前交差点は三差路になっているが、本道路は六本木通りに対する分岐という扱いになっており、同時にこの交差点が六本木通りの終点となっている。 すぐ西側の渋谷駅東口交差点で明治通りと交差し、青山通りは終点となる。国道246号はここから、玉川通りと名を変え、引き続き南西へ進行する。この区間の間、赤坂、青山、表参道、骨頭通りなどがある。大ね片側3、4車線という幸福院道路であり、地下には東京メトロ銀座線及および東京メトロ、 半蔵門線が通る、東宮御所、明治神宮外苑、やや奥まった場所にある、青山霊園など、緑も多い。面する建物としては、渋谷から赤坂見つけ、長田町方面へと順々に見ていくと、国際連合大学、青山学院、青、伊藤中商寺東京本社ビル、新青山ビル、創月会館、赤坂エクセルホテル等級などが続く。会社も多く立地し、 オフィス街やファッション街としての人気が高い通りである。青山学院前交差点から見た青山通りの渋谷方向。正面高層ビルは建設途上の渋谷光へ、江戸時代には厚木街道と呼ばれていた。五街道に次ぐ主要な街道の一つであった。明治時代に入ると、急速な交通機関の発達により、大規模な道路改正計画が公示されるも、日清戦争の影響で計画は頓ん 一方、1904年には、市電が、青山通りの三宅坂から青山4丁目まで開通。明治時代末期には、内堀通りから渋谷までが、路面電車で結ばれていた。太平洋戦争末期の1945年5月、アメリカ軍による東京大空襲により、赤坂地区は激しく被災、被害率は98.3%にも達する、焼け野原となった。 日本の敗戦後から17年、1964年、東京オリンピック開幕まで2年と迫った1962年、青山通りの呼び名が正式名称として採用された、1964年東京オリンピックに向けて大幅な道路の拡張工事が計画され、これが大きなターニングポイントとなり、現在の青山通りの姿に向かうこととなる、工事の結果、 青山通りはそれまでの22メートルから現在の40メートルの道路へ拡張が行われた。1968年9月29日、長年にわたって親しまれてきた路面電車は、青山一丁目渋谷区間が姿を消し、以後、青山通りは自動車が独占する通りとなっている。ありがとうございます。